皆さんおはようございます西良平です、えー、今日が9月18日、えー、土曜日ですね昨日ライブ配信ありがとうございましたお疲れ様でした、えー、今日はですね、えー、いよいよ僕は明日から東京の公演に向けての出張準備なんですけど 台風でですね <laughs> ちょっと一体どうなるんだろうと思って今の時点でめちゃめちゃドキドキしてますもうすでに、えー、っと19日と21日と20日出版社との打ち合わせもあるしで予定はもうギチギチなんですけどこれで行けなかったら大変なことになりますので19日の公演に関してはもう当日のチケットは。 ね、ありがたいことに完売してるっていう話を聞いたので迷惑はかけられないと思ってますけど果たしてどうなるか頑張ろうと思ってますはいそんな感じで若干ピンチを迎えてますはいで今日はあそう9月18日なので今日はですね9月18日昨日のライブ配信でもちょっとお話ししたんですけどもこれね土のとのみって読みます9月18日これ何の日ですかって言われると今まで言ってきたやつはえー、っとまあ光合心って言われてるカノエの猿 そして「甲子園」っていう字に使われてる木の絵の根そして、えー、これが「土のとのみ」って読むんですけども、まあ、大まかに結構重要な、えーま、前にもお話しましたけど絵とって60種あって日で回ってくるのは60日で1回ですでこの土のとのみっていうのは何かっていうとですね、まあ、弁財天様を祀ったりとかもそうですし、まあ、よく言われてるのがね前にも聞かれた時にああそうだったな何か忘れてたなと思ってたんですけど えー、財布を買い替えたりとか、えー、通帳を作ったりとか、で、何よりも、まあ好きな方いらっしゃるので、まあこのね、宝くじ買うのにめちゃくちゃいい日なんですよ。まあこの9月18日っていうのが。なので、えー、かどうなんだろう、当ててる人たちはこういう情報まで仕入れてる可能性ありますよね。当たってる人は何人か見たことありますけど、これに関しては、何がどういいのかっていうことに関しては、 ちょっとと回ね長いいい動画をままたた撮らせていただこうと思いますで土の戸の実について蛇の日ですね蛇は何にしてもで蛇っていうのはもともと弁財天様の使いなのでこういう時に弁財天金運を上げるために弁財天様を祀ってる場所に行って、えー、神社でお参りしたりとかすると金運がアップされるよとか、えー、お金のことに関する何か、えー、通帳作ったり投資したり、えー、あとは財布買ったりあとは宝くじ買ったりっていうのですごくいい日ですよっていうので。 えまたこれもちょっと長い動画で説明しようと思いますが今日はちょっといい日なのでできれば今日はですねもし宝くじあそれだったら買おうって思うんだったら午前中に買いに行ってみてもいいんじゃないかなと思いますんまあ午前中じゃないといけないわけじゃないんですけど一応今日戦勝ね先勝ちって言いますけどね、えー、午前中に物事を起こすといいって言われてる日なのでやってみてください、えー、私はピンチですけども <laughs> 頑張ろうと思いますえー、東京の皆さん待っててくださいね頑張りますはい何とかしていこうと思いますのでよろしくお願いします、はい、今日も原曲 行ってらっしゃい。お気をつけて。